はい、おはようございます。おはようございます。ユニークなキャリアラウンジを始めたいと思います。はい、今回のゲストは麻生久志さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに、ユニークの取り組みについて紹介させていただきます。はい、ユニークキャリアラウンジでは、毎朝8時からアンダー二十九の方をお呼びして、ユニークな価値観を持つ方にインタビューをしております。うん インタビューを通してゲストの方がこれまで歩んでこられたプロセスや乗り越えてきたことなどをお伺いしております。見ていただいている方や聞いていただいている方にとって課題を乗り越えるアイデアや共感する部分など感じていただければと思い活動しております。ということで本日は今私が死んだら何が残るのだろうかというテーマをもとに麻生久さんをお呼びいたしました。最初に麻生さんから 簡単な自己紹紹介介お願いいいたたしししままますすはごかりと申今は個人事業主直家として活動しておりまして、えー、ま人の死っていうものは身近に実はあるんだよっていうところで人生にこう誰かの人生に携わっていく仕事をしたいと考え今は絵本の授業であったりとか写真として人生を切り取るっていう活動を、えー、頑張ってます。 い,しますあのいろいろな授業をやられているのかなっていうのを、はい、インスタと拝見して思っていたんですけれども、絵本授業っていうのは具体的にどんんなことをやられているんですか絵本の授業を具体的に言いますと、簡単に言ったらだ、その人の人生を1冊の絵本にする、なんで世界に1冊だけの絵本を、本当にか数、限りあるだけを刷新して、納品させていただくっていうものなんですね。うん,うんうん,うん、うん もともとのきっかけとしては人が亡くなったときに自分のストーリーが残らないのって寂しいなと思ったので<ー>その前に書いたりだからおじいちゃんおばあちゃんのこう戦争のお話とかをちゃんと世に伝えられるようにもそうですし<ー>孫におじいちゃんおばあちゃんどういう人だったのってなったときに絵本だと老若男女ず読めると思うので, <laughs> でなおかつイラストもあるので <laughs> こうその人らしさが出たりっていうので最初考えていて <laughs> でそこからもっとこう死っていう。 ちょっとセンシティブなところ以外でも結婚式で右から開いたら新郎の話で左,、えー、左から開いたら新婦のお話とかで見開きで結婚しましたよっていうちょっとこうハッピーな場所にでもだから絵本がいいなって思って今活動してますあ。じゃあこうやってお互い読んでいくとストーリーが交わって結婚してるみたいになってるんですかです、ね、結婚式だとそれが一番イメージしやすすいですねあーー素敵ー あそうなんです、ね、なんか今まで絵本作りをやられてて印象的だったストーリーとかありますか印象的だったストーリーそうですねでもやっぱり祖母の絵本が一番まあ、まだ、あ、だ作成途中なんですけど、うん、やっぱりヒアリングとかしていてやはりこう自分がやっぱりまあ今すごい平和な日本の国に生きてるんだなっていうのがで教科書とかで聞きしか,か聞いたことがないそういうこと疎開とか。 あそういう本当に東京に住んでる方だったので疎開の話を聞いて、うん、で疎開で点々とあの親族のところ回っていく中で妹ばっかりひいきされてでご飯が食べれる食べれないとかは<ー>本当にあのおばさんのいじめとか学校の生きづらさとか、うん、そういうのを聞いてたのであこれはやっぱりこう肉声で残したい反面ちゃんとみんなにも知ってもらいたいなって強く思いましたね、うん、は本当にあるんですね。うん みたいですね。本当にあるんですね。<laughs> <laughs> その絵本の制作はイラストから、その。はい、は、販売という形になるまで、すべて麻生さんが担当されていらっしゃるんですか。あ、これが面白いことに、自分は何もできなくてですね。うんうんうん。あくまでもプロデューサーという形で、プロデュースをさせてもらうんですね。ああ、なるほど。うん、うん。まあ、でもヒアリングは自分がやれてしまうんですけど。うんうん。え、か、文章とかは、もう私が考えるんですが、それ以外の。 刷もちろん印あとイラストは全く描けないのでイラストレーターさんにあの業務委託っていう形で、まあ、友人が何人かいるので、えー、そこにお願いをして、まあ、どの絵のタッチがいいですかなんてこうあ<ー>選んでもらって、うん、好きな絵のタッチで描かせていただくという。えー、面白い。大体どのくらいあの制作までかかるんですか早 どんなに早くても1か月は絶対にあでも早いはいかかって、まあ、平均的ならば23か月見てくださいっていう、ね、2か月あればいけるかなっていうのが平均的ですね、うん、へえ何かそこまでプロセスがあるとすごい大切にしたい一冊になりますね、うん、そうですねなんでしっかりこう表紙とかも硬いああ<ー>そうなんだなっんってこんな感じだよねっていう固いうやつでやらせてもらって、ね、へ素敵、うんうん、ありがとうございます あの撮影の方も授業としてやられているのかなと思うんですけど、あ動画が止まっちゃいました。聞こえますか、うん、あ声は聞こえてます。あ今動きました。あよかったです。撮影の方の授業もあの少しあの詳しくお伺いできればと思います。あ <laughs> ネット接続が不安定。これ止まっちゃいますね。 そうです。大丈夫かな。はい。はい。聞こえますか。今聞こえてます。はい。あでは、絵本の方の授業も、あの、詳しくお伺いできればと思います。はい。あ、今、写真、写真ですよね。はい。あ、すみません。写真です。はい。そうですよね。写真の方も、まあ、本当に人の、その、生きてるやつを、さっきは絵本で切り取って。 なくて今度は人の生きてるところっていうのを写真で切り取るっていうところなんですけど最初は働いてる人を撮りたいっていう気持ちがすごく強かったんですね。うん、で働いてる姿を撮るっていうので「まあ、ライフメモ」っていう事業を立ち上げてたんですけどこれを思ったきっかけは、まあ、大体日本人って65歳ぐらいまで仕事するよねってなってうん、うん、これを時間換算でやると残業とか抜いたとしても10万時間ぐらい日本人って働くんですね。 ただ、10万時間働いていく中で、仕事定年を迎えて辞めました。で、お父さん、お母さん、こんなことやってたんだよ。僕、私、こんなことやってたんだよって、言葉では語れると思うんですけど、うんうん、やっぱ写真がないのって、な,んか,なかなか寂しい人生だなと思ったんですよ。10万時間も使ってるものの、自分の姿が残ってない。<ー>すごい寂しい感じでうん、うん、でじゃあこれを何かで残せるかなっていうのは、動画であったり、写真であったり。うんうん そういう姿をしっかりかっこいい姿を残したいっていう気持ちがあって撮影を始めたのがきっかけです。えーすごい。確かに。出張撮影ですね。その場のコンポさんに行って、まあ、料理人の人だったり、アパレルで頑張られている方だったり、うん、そういう方たちを、まあ、八百屋さんとかも取り入ったりとかしていたんですけど、うんうん、なかなかなんていうんですかね、こ自分の仕事にそこまでこうモチベーションを持っている人って、そんなに実際こういなかったりもして。へ、うんえー でやっぱそういった方に会うっていうチャンスもなかなかそんなすぐにモチベーション高い人にも会えないですし僕らはそういうコンセプトでやってるので使った写真撮った写真はその会社さんの広報で使ってもらったりホームページに使ってもらったり人材採用とかに使っていただいて全然いいんですけどやっぱりそのジャンルになってくると競合がいっぱいいるので、うん、やっぱ実績をつ、ま、積んだり,やっぱり口コミでってなるとまだまだこうスロースタートな。 状状態ってるのが現状ですねで、うん、そこからもう派生しちゃってじゃあ撮影って別にほかにもできるよねっていうので最近流行りの営業マンとか企業さんとかって LINE とかもそうですけど、えー、インスタグラムを使ったりフェイスブックを使ったりで自分っていうものをいろいろなところでアピールすると思うんですねなのであのアカウントの写真ってすごく大事なんですよねその人が喋ってるように見えるので、うん、確かになんでそういったアカウント写真、まあ、プロフィール写真ですよね のスタジオで撮るような硬い感じじゃなくて、その人の温かさだったりとか、親しみやすい写真を撮りましょうっていうので、そういうプロフィール写真を撮ったり、あとはボディ,ープ,ロボディープロフィールってご存知ですかね。あボディープロフィール分からないです。ボディープロフィールっていうのが韓国で流行ってるものなんですけど、ある程度の一定期間、鍛えて、この日に撮影するよっていうのをモチベーションを持ってやるんですね。なのでで<ー>鍛えてで現状で 今の自分のベストな体をあの写真とかに残すっていう事業が向こうに流行っててへ<ー>それってある意味その体っていうのも今力ない状態だったり美しさ、うん、かっこよさだったりすると思うのでうん、うん、それを体っていうのを残しましょうっていうのでそっちも撮影の一つのプロジェクトとして進めてますね。なんかカメラって今もすごい身近だからなんか軽いものだって捉えがちですけど。はい すごい深いし、今を切り取るって思うと、なんか素敵ですね。うん、そうですね。うんうん、なんかこう、た、そのデータ化し、でしか納品しない、と少し冷たさがあるので、ライフメモとかでは。一枚好きなやつをちゃんと選んでいただいて、こっちで現像してお渡しするっていうところまで、あ,<ー>あの、に感じて、してますね。うんうんうん。アナログの良さもやっぱりあるので。うん。なんかやっぱ麻生さんのお話を聞いてると、すごい形にするとか、物にして残すみたいな部分が。 大事にされてるのかなって思いました。はい、そうですね。うんうんうん。もともとカメラは、あの、やられていたんですか。興味があったりとか。あった。いや、カメラ趣味程度なんですよね。なので。<ー>カメラも私は一応趣味では撮れるんですけど、全然プロですって名乗れるほどではなくて。うんうんうん。なんで、今も普通に友人のプロのカメラマンと一緒に二人で活動してるって感じですね。ああ、そうなんですね。はい。うん。すごい。そこのコネクション作りも。 なんかすごいですね。幅があるというか。<laughs> <laughs> 偶然ですね、多分これも奇跡みたいなもんで。えー、に周りの友達がうん、うん、本当にスキルがあっていい人たちが多かっただったり、口コミであそうっていう馬鹿げてるやつがいるからちょっと会ってくれないかっていうので、ご紹介いただいたりとかっていうので、てもらってますねなるほど。ありがとうございます。あともう一つは 簡易性パートナーパーソナルジムも事業と展開されたいのかなと思うんですけど、はいはい、こちらもお伺いできますかあこっちはもう自分はそのこっちは自分が企業とかじゃないんですけども一応雇っていただいてて活動してるっていうもので完全会員制のほぼ紹介制に近いパーソナルジムなんですけど、うん、今東京とかってすごい乱立してる状態だと思うんですね。うん、そうですよね。 で、その中でやっぱり最近のパーソナルジムって、トレーナーに依存させてしまったりとか、ちょっと悪いところでいくと、やっぱりうちでしか買えないサプリがありますよ、プロテインがありますよとかっていうので、すごいこう、本質じゃないところで拘束しようとしたりするんですよね。ああ、そうなんですね。なんですけど、うちはもう扉を開けるまで、その日誰がトレーナーかわからないです。もうルーレットみたいな感じなんで。えー、え、面白い。そうですなんですけど、もうもその人たちが行う、そのある程度の基準っていうのは、みんな達成しているので。 もうエナジストって呼ばれてるんですけど、うん、僕らのトレーナーはもうエ,エナジーから来てて人にエネルギーを与えることができるっていうところを大事にしてるトレーナーさんたちでへえ<ー>あそれめちゃくちゃいいなってほんと運動は好きだったのでいいなって思ってたんですけどうちのそのビーツっていう言っていいのかな名前とかで言っちゃって大丈夫なんですかねあもしあれだったら最後編集とかできますしあオッ OK ですビーツっていうパーソナルジムなんですけどそこでは、えー、と広告というかホームページ ののキャッチコピーで死ぬ最高っていいうのを書なんだこれはと思っていざ話を聞きに行ったら人間って死を体感したいとか死が近いって気づいた時に本気で行動するってええー、で社長が結構なんていうんですかねそれなりに有名な方であのなんかこれこれやりたいんですけどどうしたらいいですかねとかこういうことをやり チャレンジしてみたいんですけどなかなかできなくてどうしたらいいですかとか質問を受けるらしいんですね。うんうん、なんですけど大体の回答がやれよっていう。<laughs> なんでこいつらやらないんだと思ったらやっぱりこう安定したこの日本っていう国で明日やればいいかなとかうん、うん、いつかやりたいんですよねみたいに。いつかとかじゃなくて今やらないともう明日が来るかなんて分かんないんだからうん、うん、じゃあそういうの人たちに本当に行動を進めるに胸ぐらをつかんで <laughs> いいからやれよって言うのもいいと思うんですよ。<laughs> いいとも思うんですけど じゃあなんで人間ないのかなと思ったらやっぱりすぐに死ぬってことを体感してないからだっていうことで脈と死ってつながってるんですね。はい、心拍数脈。人間って20億回脈を打つと,と心臓が止まるっていうのが言われてるんですね。え、うん、動物って大体そうでだからネズミとかって心拍数早速くてゾウとかは逆に心拍数がゆっくりだったり。あそうなんだ、うん、心拍数と動物の寿命って結構ちゃんと理論的につながりがあって<ー>じゃあ心拍数を上げることで。 理論的に死に近づけてるよねっていう。へぇ、えー、うちのジムでは、まあ、筋,筋肉をきれいに作りながらも心拍数を最大限まで上げてで死に近づけてもう自分の中でも高揚感だったりとか自己肯定感上げてもらってそのままやりたいことをやっていこうねっていう裏のコンセプトもちゃんとあるっていう。ええー、面白いだからもうえ死を売るってすごいなみたいな。ううううんんんん 自分が好きなパーナーのジムだったり運動でなおかつ人を背中を押すことができるのって最高だなと思ってであとまあ健康にもなるじゃないですか単純に筋トレーニングをするので運動をするのでそれ健康で、まあ、みんな長生きしてほしいっていうのもあるのであこれは自分が今やりたいのに近づい,近,づい近いなと思ったのであの自分もぜひ参画させてくださいって言って一緒にやらせてもらってます。へ<ー> <laughs> なんかそういうコンセプトのね、ジムもあるんだなって今。なんか新しい気づきになりました。そうなんですよねな。なかなかないと思います。<laughs> ないですよね。なんか普通入んないかもしれない。<laughs> 死にたくないなみたいな。うええー、でもあのトレーニングで。大切にしていることとか。うん、あの。人が。その麻生さんも。毎回違うわけじゃないですか。パーソナルといえども。はい。 うん、その中でなんか一人一人お客様に向き合うためになんかここは大事にしようみたいな思ってることってありますか、うん、それがまたイメージが皆さん違ってて私トレーナーじゃないんですよあそうなんですねあくまで広報担当っていう枠組みで入ってましてうん、うん、まあ広報なくて営業したりとかですよねうちありますようち広告打ってないんですよ全然へえ<ー> さんとかは月額何十万で回数制限ありですよとかってやってるんですけどおかかくはで3万円っていう価格で毎月通い放題のプランを組うん、でこれをできるのがやっぱりこうジムの場所もそうなんですけどやっぱり広告を打たないっていうのもすごく大事なお客様への、えー、とギブだったりするんですねで広告を打たない代わりに自分たちは人間が広告になるんですねへえ面白い お客様に会って、であ実はこういうパーソナルジムがありましてっていうお話をさせていただくんですね。はあ<ー>。あくまで私はトレーナーじゃないんですよ。トレーナーはも,うも,もっとしっかりあの厳しい審査を受けて、これぐらいの重量が上げれる。っやっぱり重量が上げれるっていうのは、お客様が何か問題があった時に支えられるっていう安心感がないとだめなので、その安心感とプラスアルファでやっぱりエネルギッシュなのかっていう審査があって、そこはもう完全に僕らはトレーナーを信じて、まあ、最高のメンバーなんで。 目ところから言って、僕ら広報するっていう形なんですね。広報っていうところで意識してることっていうのはちょっとお話できるんですか。そっちでも大丈夫ですか、うん。うん、もちろんです。わかり,ます,りがとうございます。基本的にこうなんかジムとか通われたことた今通ってます。あ、そうなんですね。なんか、はい、いろいろパーソナルじゃないところですか。パーソナルじゃないです。とかだとだいたいこう受付があって、受付のところで体験とかしたり。うんうん あのデスクのところに座っていろいろ書いたりでののはい。すると思うんですけど全くそれがうちはないんですよね。ジムはジムだけって感じなんでジムと小声室とシャワールームとトイレしかないんですね。へえ<ー>。で会員制っていうのもあるので会員じゃない方入れないんですよ。ああじゃあ私たちはじゃあどこでお話をするのかっていうと <laughs> 会社も事務所を持たないようにしてるのでう本当にちょっと少しおしゃれな喫茶店カフェあ<ー>でお会いしいいですかっていうので、まあ、ただあの。 あんまりスターバックスとか行かないんですけど、まあホテルのラウンジとか。すごいな。な <laughs> <laughs> ちょっといいですよね。ぶっつきのあるところで。<ー>もちろん、組ませていただくんですけど。僕らはただ単にフィットネスジムを売ってるんじゃないですよね。へーやっぱり人の人生の後押しをする。とかっていうところで、本当に人の人生に。か携わって3、三月三万円という商品を購入していただいてるんですよ。 へなので僕らパーソナルジムの広報担当でみんなスーツで行動します。だから今日も来てらっしゃるんですか。<laughs> そうですね。本当、うん、はネクタイつけてジャケットも着ないとけないんですけど、ちょっと今日甘えてます。あくまでこう一部のインタビューとして話をさせていただいての。人の人生に携わってるんだよっていうのはすごく心に、うん、念頭に置いて活動してますね。ジ、うん、ジャージでいくとか すごいあフィットネスのお兄さんだって思われるような服装では基本的にいかないですね。うん驚かれますけどね。えっ、みたいそうですよね。いや、営業の。自分の営業でしたっけありますよね。<laughs> <laughs> 確かに。<laughs> だからこのスーツで行くっていう,こうお客様の,の人生にちゃんと携わる、寄り添うっていうのは意識してますね。へえ。 なるほど、ありがとうございます。麻生さん自体も体を鍛えたりとか、なんかジムに通われたりもしてらっしゃるんですか、はい、そうですね。今、うん,うん。今一旦ちょっと仕事がそれなにバタついてきたので、パーソナルジムの方は、一旦自分はもう解約して、はい、行ってはいないんですけど、まあ、家でやったり、うんうん、外でまあ活動したりっていうのはしてますね。あとはあ、毎日こぎまくるという。<laughs> はい 新宿から、千葉、千葉から、新宿まで。はい。そうですね。もうじぶじ。新宿渋谷あ、一回頑張ったの、ち、あの市川から鎌田ま,まで行った時。と、死ぬかなと思いました、ね。<laughs> やばい。東京、大腹なですか。<ー>もやばいですね。そうなんですね。お <laughs> 前、まあ、その時なば。<laughs> 太ってもいいと思うんですけど、安心感があって。 やっぱりパーソナルジムの仕事をしている反面やっぱりあこの人もいい体してるなって思われた方が僕はかっこいいなと思ってるのでそこは意識してますね毎 <laughs> 日3時間以上の <laughs> おしゃる通りです。<laughs> すごい <laughs> 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 皆さんこの暑い中でも <laughs> 麻生さんは <laughs> そう千葉からあの渋谷あたりまで毎日自転車を焦がれてるので <laughs>。はい なんかやばい人見つけたなと思ったら、多分それは僕ですね。<laughs> すごいです。<laughs> ありがとうございます。あ、いやいや。え、麻生さんは、じゃ、今の三つの事業を軸に、あの、活動されているという趣旨で。お間違い,ないでか、はい。そうか、ね。はい。はい、ありがとうございます。では、あの、ご事前に作成いただいたライフログをもとに、お話をお伺いできればなと思っております。うん、<laughs> も今回は十歳からご記入いただいているんですけど。 はい、もうちょっと前の例えば幼稚園とか小学生の時代、90、うん、歳も小学生ですけど、はい、まあどういう子供だったとか、なんか何々が好きだったとかありますかえっと、好きなものはヒーローものが大好きでしたね。<laughs> なんで、なんかこうヒーローごっことか、すごいやってた記憶だと、と団子作りが好きだったんで、めちゃくちゃ固いあい砂団子を。<laughs> めちゃくちゃゃく作ってたっていう記憶はありますね。<laughs> <laughs> でね最近その幼稚園の友達に久しぶりに会ってもう20年ぶりぐらいですよね。えー、20年ぶりぐらいになった時にそこの偶然夜その人のお母さんにもうお会いしたんですよ。うん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 。「久しぶりデート」って言ったらなんか「あそうくんやんちゃだったよね」みたいな。<laughs> えみたいな。いや僕幼稚園と小学校結構おとなしくなったでしたっけみたいな。 イメージがあったんですけど、お母さん方とかの大人の冷静な目からすると僕はヤンチャ坊主だったらしいですね。<laughs> 絶対にそうだと思います。<laughs> いやー、なんかちょっとヤンチャっ気が出てきたら中学生ぐらいかななんて思ってはいたんですけどね。思い <laughs> のほか、はい僕のアイデンティティは昔からあったみたいです。<laughs> <laughs> そうなんですね。<laughs> はい、では。 あのその活発な麻生さんが10歳で野球,との出野球と出会われるのかなと思うんですけれども、はい、野球を始めたきっかけとか、ありますか、はいまあ、これちょっともともと割とサッカーがすごいやりたくて、1>, うんで1年生の時とかって、地元のテレビ局に対して夢を語るとかってありました、僕はあったんですけど、か大きくなったら何々になりたいですみたいな。うんえー、理由はは何々だからですっていうのは うちの学校はずっとあって、1年生の時にサッカー選手になりたいです。理由はかっこいいからですって言ってたんですね。なんですけど、地元のサッカークラブチーム覗いてみたら、あんまり楽しそうにやってなくて、<laughs> なるほどここ。ここちゃうなと思って、ぶらぶらしてたら、やっぱりこう小学生ってみんな野球やったりするんですよね。<laughs> はいはい。はあ、もう中島君が野球行こうぜみたいな感じで、みんな野球行くんで野球は身近にあった中で。 野球もいいなと思ってたら祖母が根、ね、っからの巨人ファンで「<ー>野球のチケットちょっともらったから見てきなさいよ」ってことで自分の父と一緒に見に行ったのがきっかけ、うん、野球との本気の,つかの出会いはそこでしたね野球ってこんなものなんやっていうのは。あってそこから少しずつ野球やりたいっていうのでその年の自分の誕生日プレゼントに親に野球チームへの入会をさせてくれって言って。<laughs> <laughs> 誕生日プレゼントは野球部への入会です、ね、<laughs> すごいんだ。<laughs> 子供の頃から暑いですね暑 <laughs> <laughs> かったからそうですねその巨人戦見て結構心打たれたんですか <laughs> そうなんですって言いたいですけど実はそれが巨人戦じゃなかったっていう <laughs> <laughs> そうちばだ, <laughs>、ね、だったんでその時特戦<ー>でしたねなるほど特定戦見てかっこいいなと思いましたね、えー <laughs> うん、でもよかったですね、なんかサッカーは違かったと思ってたけど、野球でそうですね、サッカーにされたらまた全く違う人生だっただろうなと思いますね。うんなるほど、そこからずっと野球は続けられてたんですかそうですね高校生までプレイヤーとして、うんで、今はどっちかとサポートは役に回って、お遊び野球っていうのをやってる状態ですね。ありがとううございます いやまあ、そこから、まあ、中学、高校に進まれて、第一志望の大学に落ちるっていうところで、ちょっとライフログが下がってるのかなっていう印象なんですけど、はい、そこで受けた、まあ、ちょっとショックだったり、何か、絶望みたたいなのっってあったんですか、うん、ここが自分の中では割とと挫折したなっていう経験をもらって。うーん。 ずっとやってたので、スポーツ業界に携わりたいな、じゃあ自分何ができるんだろう、ちゃんと的にトレーナーになりたいと思ってアスレチックトレーナーっていう、どっちかというとこう、メ、うん、ディカルケアができるトレーナーですね。トレーニングもできるんですけど、メディカルもちゃんとできるよっていうので、本当にチームに滞在。その人が一人いればいいよねっていうトレーナーを目指してて、うんうん、でそれをやるんだったら、まあ、日本では順天堂が一番いいよねって言われてたんですね。えー、そうなんですね。なんで順天堂を目指してたんですけど、まあ問題が難しくて。 うん倍率もすごい高いですし、あなるほどもう親に言って、受験業、2学科受けたんで、約7万円ですよね、7万円っていうお金をつぎ込みながら <laughs>、しっかり玉砕をしまして、うんでそのほかで体育学部を何個か受けてたんですけど、体育学部でもやっぱり専攻がみんな違かったり、うんまあ受験対策も違う中で、唯一、東海大だけ合格しまして。うんうんうん えただ東海大で受かった学科はスポーツレジャーマネジメント学科っていう。へぇー。おだらけの学科なんですけど、スポーツやレジャーっていうのをえやる側じゃなくてマネジメントする側なんですね。なんでスポーツで言ったらオリンピックの主催とかを開催とかをサポートしますよとか。で、レジャーだったらまあ旅行とか、そういうエンターテインメントとかの支える側っていうのを学ぶ学科として。 はい。あ<ー>そこがまる意味挫折だったんですけど、新しい自分の世界観を広げてくれたっていうのが、うんの学生時代ですね。まあさすがに受験をした時はめちゃくちゃ下がりましたね。うん。はい、そうですよね。まあなんかまあちょっと納得いかずに腑に落ちないまま大学に入学したのかなという遠征もあるんですけど。うん、おっしゃる通りその,その通りですね、うん。そうですよね。はい、うん。 あの浪人を考えたりとかもう一回順天堂にみたいなところはやっぱきっぱり切れたんですかなんかあんまり浪人っていう選択肢がなかったんですよね。うううんうん、うんなんか一発勝負の世の中でしか生きてなかったんで。お<ー>なんか <laughs> え浪人みたいな。あとなんか親に迷惑かけたくないなっていう気持ちもちょっとあったの <laughs> で勉強あんまできないんだなっていう自分も気づいたっちゃ気づいたんですよね。うん、うん 家にいるとやっぱボサボっちゃうしとか。うんうんうん。ういうのがあったんで、まあ、浪人してもそんなに変わらないんじゃないかっていうのも、なんかその時なんか自己肯定がすごい低かったんで、その時は。うん,うん。もういいよっつって、東海大で。なんか、ちょうど父の母校でもあったんですよね。うん、ああ、そうなんですね。なんか親もまあ別に悪いとこじゃないぞって言われて、そうだよねっつって、うん、まあ、大学なんて,てうん、うん、あとは中で何をやるかっていうのは自分次第だしと思って。確かに確かに。いっかって言って、東海大に。 うん。我慢、はい、しましたね。老人ね、やってよかったかもしれないですね。お、今もっと。<laughs> あ,あ、まあそっちの道面白かっただろうなと思いますね。うん。はい、なんか阿松さんの中でその一発勝負の人生っていうのは、まあ中高、うん、野球やられてなんか試合に出ている中で、やっぱ一発で決めなきゃいけないみたいなところだったり、何か他にもエピソードがあったりして形成されたものなんですか？ いやもう負けたら負けって感じですよね、やっぱトーナメント戦なんで、あーそっかそうですね総当たりの大会ってほとんど、タイムに近いので、もう負けたら負けで、まあ野球のゲーム自体はまあ1試合やれば3打席とか4打席立つことができるので、一発勝負かってやったらそうではない気がするんですけど、やっぱりゲーム性としては、まあ勝ち負けでちゃんと分かれるっていうのがあったんで、まあそことかですかね。 あとはなんか一発勝負っていうよりかはちょっと話は変わってくるんですけど祖母が結構昔から置かれた場所で花を咲かせなさいっていう言葉を結構言ってて。あ私も好きです。うんうんうん、言ってたんでなんかまあそれを、まあ、結構幼ながらにずっと頭の中にあって。 うん、でじゃあなんか東海大だからダメだとか順天堂に入らないといけないんだとかって自分ですごい拘束する必要もなくてじゃあ東海大でできる自分の花の咲かせ方でもいいんじゃないっていうまたちょっと別の思考の仕方で決めたっていうのがありましたね。うん,うんなるほど。<laughs> じゃあ,まあいろんな人生観が交わって、まあ、東海大に決めれたみたいなところがあるのかもしれないですね。うん、そううですすねうん拾ってもらいいまましたうんありがとうございます では、まあ、その大学生活を過ごされる中で普通にとらわれない人たちに、えー、触れるっていう部分があるかなと思うんですけど、うんうん、こちら詳しくお伺いできますででしょうかでも本当に学生時代に、まあ、誰に触れてたかっていうと高校時代に出会った野球部の <laughs>、えー、仲間が新しい活動をしてたっていうのとでうもう一つが、えー、アルバイトでやってた人力車浅草の人力車の仕事をやってまして。 うんえー、その時の人力車の時の仕事で出会ったメンバーがやっぱり普通じゃない人たちがいたっていうこの2つなんですけど今まで自分なんかどっちかと平均点を取るというと思ってたんですね<ー>なんかもうそれとなく親からもそれとなく褒められて先生からも「お前いいやつだな」って言われるような自分を装う、うん。うん 努力を結構してたんで,すけどでもやっぱそこでの出会いがすごく大きかったんですよね。なんか普通じゃない人たちの方が人生楽しんでるしやりたいことやれてるしでまあ高校のやつらの話で言うとまあラップ業界とかでちょっとバズった人がいてまあ派遣社員くんっていう。 名前でやってる子なんですけど、多分ラップをしてる方は何人か、<ー>多分知られてる人で,、うん、で、彼もずっと学生やりながら、全然収益にならないラップの授業をずっと仕事してて、へえ<ー>、で、1年間ずっと赤字だったんですね。すごい。うん、なんですけど、その1年後には逆にやっぱ継続ってすごいんだなって思うんですけど、やっぱりファンがついて、うん、好きなイベントも開催できるようになって。すごい、うん、で まあ数字じゃないとは思うんですけどやっぱフォロワーが何万人って超えて,たりしてく人になっていく姿を見ててうん、うん、めちゃくちゃ面白いなみたいへえ<ー>あんな野球部の時補欠で普通にベンチできなかったからマネージャーを差し置いてスコアラー枠で入るようなあいつがみたいなへえすごいっなってそいつと一緒に<生>えと社会人になることやめましたって言ってる友達が一緒に DG やってたり。おー もう一人の友達はじゃあ俺は歌う歌うわって言ってこ <laughs> いつと一緒にレゲエの歌を歌う人になったりとかへえ<ー>こいつらすごい面白いみたいなもう自分は主将やってたんで結構真面目な立ち位置にいたんですけど<笑><笑>なんか主将やってたからっていうよりかはこいつらの方がめちゃくちゃいいかっこいいじゃんって思ってあ<ー>でそこが野球部で出会った数人の仲間 <laughs> でもう一人は、まあ、みんな使ってると思うんですよ LINE の LINE スタンプ うん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 。を作るのがずっと昔から好きで、全然そいつもイラストとか書けないんですけど、言葉のチョイスがすごくうまいんで。へ<ー>文字だけで。作られているラインスタンプとかって知ってます。あ、知ってます。知ってます。あ、本当ですか。うん、あれ、多分それ作ってるの、うちの友達なんですけど。えー、私もいくつかありますけど。結構ひどい罵倒の言葉とかもそうなんです。<laughs> それ分かってないいかもしれないあとな,んかなんかデブに送るとか、なんか何々ととか、赤ちゃん文字で書くみたいな,な。えか赤ちゃんがめっちゃキザなこと言うみたいな、そういう文字だけスタンプみたいのを作ってて、今、文字だけスタンプ業界だとナンバーワンのクリエイターになったんですけど。えぇ、すごいもう3か月ぐらいあれば、社会人1年目の初任給超えるよねみたいな。初任給年年 年年収収か月で超えるよねみたいなぐらい稼いでる彼なんですけどへ<ー>彼とかとの出会いもすごかったですねやっぱりバグってるんですよね <laughs> 本当に面白くて今そのまま <laughs> LINE3 番でどこでも作ればいいだけなんですかんで今もう東京にいたんですけどもう今沖縄の方に移住しちゃってへえ<ー> 楽しく暮らしながら仕事するんやつってめっちゃエンジョイしてるんですよ。<laughs> そうなんですね。そういうなんかしやつらとの出会いがあって、やっぱでもう一個はやっぱ人力車。うん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 。えー、人力車乗ったことってあるんですか？ありますあります。ますますはいで何回も乗りました。お京都京都に浅草に行ったことない,い。僕も出張で嵐山とか行ってたんですよ。えー、そうなんですか。はい。 出張まあ出張も一応なんか試験があるんで試験合格しないといけないんですけど<ー>夏短,短期で2か月3か月ぐらい住み込みで嵐山ですごい <laughs> でその時は多分これの倍ぐらい黒かったですね。やってる時とかもあったんですけど神社やってるお兄さんたちって基本的になんかちょっとおかしいんですよね。そうなんですか多分普通にスターバックスで働くとか,か,か,か居酒屋さんで働きますみたいな人ってあんまりいなくて。 へー。なんで人力車をそんないや確かに学生時代にやろうと思うのみたいな。確かに、はい。だからなんかさ五人に一人ぐらい多分日本一周とか世界一周やってる人たちで。ああ<ー>、<laughs> そういう感じなんですね <laughs> な。なんでその人たちがこっちいるんですか。それやっぱ聞くとやっぱり日本ぐるって回ったり世界一周ぐるって回ったりしたときに、うん。ん日本って改めてめちゃくちゃいいんだな。日本の文化ってすごくいいんだなみたいな。 その文化をエンンンターテインメントとしてて発信できるのがやっぱ人力者だなってあで結構ガ,ガイドをするんでああそうですよね。うんうん、移動手段じゃなくてあくまで観光ガイドなんでそれができるのっていいなっていうのでかっこいいしいやんって言って来てる人が多くて。うんであとはまあなんですかねえっ、ー、と社会不適合者じゃないけど会社不適合者の人たちが多いんで。うん、そうですか,、うん、なんかこのコミュニケーション能力がすごい高いんですよね。 なんですけどなんか枠に縛られたりとか,うん、うん、か結構自由なことが好きだったりする人、はい、あとは自分の頑張った分だけが自分のところに結果として出てくるっていうのが好きな人とかが多かったりするのでちょっとこう普通の、うん、普通っていうのがあんまりまああんま好きじゃないことじゃないですけど一般的な人たちよりかはちょっと変わった人たちが人力車業界集まってたのでそこでやっぱりいい刺激もらって自分もその人たちに刺激されて。 あ、僕も英語強くなりたいな。じゃあちょっと親に懇願して留学行かしてくれって初めて言いたんですか。うんうん、そうなんですね。ちょっとラグには書いてないんですけど、あの留学とかも行くきっかけをこう心を背中を押してくれたのがやっぱり人力車のメンバーだったりっていうのがありましたね。ええー、暑いです。あさ <laughs> さんがあの人力車をやろうと思ったきっかけは何だったんですか。結構それ単純で。 うんまあ、自分が仕事するで3つ軸を持ってて体が動かせる、うん、英語を話す環境かどうか、うん、で最後がこう、えー、接客業であるかこの3つを軸にしてる時になんか浅草って人力車あるらしいんだよねっていうのはなんか大学1年生ぐらいからずっと思ってたんですけどなかなかチャレンジができなくて大学2年,年,年生の時の冬にやっとチャレンジができたっていう。 えー、すごいその3軸で人力車が選ばれるのがすごいですね。すねあれはあ,ありましたあのフィットネスジムのトレーナーみたいなもあったんですけど結構僕の周りであるところが結構出勤日数が厳しくて。あーなるほどで入れなかったっていうまあ今思ったら入れなくてよかったなっていう思ってるんですけど、うん、まあそういう。 アンラッキーが今のラッキーに続いてることもありますねあ<ー>フィットネスジムから人力者ってこの二曲でした <laughs> フリーハバがそうですねフィットネスじゃ出てこないーーあ<ー>出てきません <laughs> 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 なんか人力車って本当に大変そう暑そう重そうみたいなイメージが出てきたんですけど、うん、<laughs> そこはもうなかったんですかネガティブなイメージはなかったでっすねかっこいいなみたいな なるほどむしろネガティブで言ったらこんな俺ができるのかっていう、<laughs> そこの不安だけでしたね。え、なんか、英語力とかそういう部分での心配ですかあそうです、全然英語できなかったので、うんまあ、学校で何ですか、まあ別に70点ぐらいは別に学校の生トで取れるよね、でも、うんうん、でも周りの外国人っているのみたいな。日頃からしゃべることなんてあるのみたいな。ペー,ーパーはできるけど、スピーキングできないよねみたいな。そういう自分への恥ずかしさがあったんで。 はあ、そこなんですね。うん。こんな自分ができるわけないよなとかって思ってなんか候補に終わったんですけどなかなか行けなかったっていう状況でしたね。へえ、面白い。うん、なんかそれであの留学を決めたっておっしゃってましたけどどちらにどのくらい行かれたんですか。あ、カナダに本当に可愛いです。一ヶ月だけ。うんうん,うん、うん、はい。<あ>旅行やないかげって言われたらそうなんですけどここ旅行にならないようなステイの仕方をしてましたね。うんでもかわいますよね行、はい、くか行かないかで。 そうですね。やっぱり僕は自信をつけたかったっていうのがあったんで、人力車の仕事をしていく中で、僕の英語でも全然伝わるし、うん。で理解してくれるっていうのは分かってたんですけど、やっぱりどっか自信がなかったんですよね。うん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 。七割八割ぐらいが僕がいた時はみんな留学経験とか、なるほど。そういうあるスタッフがいっぱいあの社内、うん、でいたので、うん。うん、その中で英語喋れるけど全然自信がない自分っていうのに劣等感を感じてましたね。うん。うん。で実際カナダに行かれてそういう あの、具的な部分は変わったんですか。変わりましたね。うん。留学行ってましたって言えるのも,もう一個、自分の自信。確か,に確かに。うん、うん。自信をつけるために行くんだっていうのは親にも言ってたので。うん,う,んうん。うん。うん。本当にそれをやるために。行ってて。で、運が良かったのが、一番上のクラスに入れたんですよ。ええ、すごい。まあ、本当にこれがもうオーラルテスト。があった時に、うん、やっぱ喋、なんとか人見知りをしない。プラス人力車で、しゃることだけはしてたんで。 自分の意見を言った時とか「わついはオピニオンで僕の意見がどうかとかって言ったわけじゃないんですけど「愛し愛し」って言ってるだけで「愛心んくそうよ」みたいな感じだけだったんですけど「おこいつ喋れるやん」みたいになってでんか一応上のクラスに入れてほ本当に優等生しかいなくて学校のプロジェクトで行ってるんで東海大のメンバーがやっぱ何十人っていうね。 もうみんななんかもう中堅か一番下のクラスとかでもう日本人だらけのクラスにみんな入ってるんですよ。そんな中僕のところでまず北朝鮮の人がいたりとか、えー、教授やってて<ー>北朝鮮の教授としてこっちに来てるから来れてるんだよねみたいな人がいたりあとあの韓国の一番上のソウル大学って分かりますか、えー、東大みたいなソウル大の人がいたりでみんなどこだっけな <laughs> なんかで金持ちのなんか東南アジアのお金持ちの国だったり、<laughs> イタリアとかフランスとか、あと台湾か、台湾とか、かそういう人たちがもういっぱい集まってて、で日本人も東大がいたり、早稲田がいたり、兄弟もいたか、兄弟もいたり。え、すごいですね。みんなも単語レベルがえぐくて、よくあんまり言わないとあれか、楽すぎる、<laughs> すごくて、<laughs> 単語レベルが本当にすごくて、もう自分全然ついていけなくて。 もうそんななんかもうひたすらもうしがみついていった1ヶ月だったんで、うん、日本人とやっぱ絡んじゃうと留学がこう旅行になっちゃうとは思うんですけどうん、うん、できるだけこう海外の人とうん、うん、話をするようにしていけたのがやっぱり自分にとってはいい1ヶ月だったなって思ってますね。ななるほど、まあ、そん,ななんか充実した 刺劇的な大学生活を送られたのかなと思うんですけれども24歳できっとそらく人生のターニングポイントだった、まあ、死を覚悟する出来事があったとのことでこちらを詳しくお伺いできますでしょうか、うん、これに関しては、まあ、ちょっとこう病名だけ言っちゃうとすごく大きいことになっちゃうんですけどやっぱりがんになりましてがんを宣告される時って本当ドラマと一緒で。えー 今日、親御さんいますかって言われるんですよね。ええー、ほれみたいあれ大病ですか僕みたい。あらららみたいちょっとこう、心うはうはな状態で。まあ、その日、あの父親にあの送ってもらってたんで、車で、ちょ、ちょ、呼ばれてるわ。着てって言って、入ってもらったら、最初なんてやったんっけな。最初なんかもうよくわかんない。こう、難しい言葉で言われて、なんちゃなんちゃです、ね、みたいなまあ、世間一般で言うと、癌です、みたいな。って言われて、 ガンかな癌ってなんかめちゃくちゃ笑顔の人とか、なんか人生楽しんでる人ってあんまりならないのに、俺、あ自分がなるんだみたいな。<ー>って思って、全然5分ぐらい全然認識できなかったんですよね。<ー>自分が死ぬのかみたいな、ぼーっと考えて,てで、で、父親がいろいろ聞くんですよね。手術するんですか、治るんですか、転移はないんですかみたいな。 聞いてる最中に5分,5分後ぐらいに多分やっと認識したんですよね。か自,分自分ががんだっていうことを受け止めて。で、もう涙ででロロロでしたねあ,<ー> <laughs> しあの診察室でうんでそこでやっぱりこうまっ、あ、すぐ手術ですよみたいなので、まあ、2日後3日後ぐらいには入院ですってなって。 やっぱりその自分が転移してないのかってうん、うん、その後 CT とか取らないとわからないんですけどやっぱりそれまでの2週間ぐらいは、うん、あ自分の人生これで終わるんかなみたいな。へえ<ー>。うわ24年間めちゃくちゃ、まあ、楽しかったけど短かったらとかいろんな葛藤を感じながら自分が、まあ、みんな死ぬっていつか分かってると思うんですけどこんなにも身近にしかも若くても関係なく平等に知って近くにあるんだなっていうのを感じた24歳でしたね。うんうん なんか私が今24なんですけどもうそうその冬ですもんねなのでって思うとう、ね、なんかまだまだやり残したことはあるなって今お話聞いてて感じました、うんうん、その病院に行かれたきっかけはなんかしこり自体は多分もう大学生ぐらいからあったっぽくてえー、なんか感じてはいたんですよねしこりあるなみたいな,、うん、なんかまあネットとかで調べるじゃないですか なんですけどなんかあんまりヒットしなくて「これかなでもこれだったらすごい痛みが出る」って書いてあるからじゃあこれじゃないか、まあ、でもなんかあんまり熱とかも出ないし何もないから関係ないかなとかって思って包丁していたらちょうどその腫瘍があったところの近くが痛くなったんですねあの腹痛みたいな感じであ<ー>すごい痛いその時レストランで研修をしてたので前の会社でホテル研修でレストランでオーダーあったんですけどこのオーダーが取ることがしんどいぐらい結構お腹痛くなっちゃって。 へでオーダーパーって取ってわーって聞いてもうオーナーというかそのマネージャーに「これをすみませんお願いします」みたいな「<laughs> ちょっと僕休ませてください」っつって30分ぐらい休んだら回復して「うん、あ戻ります」って言ってもうケロッと戻ったんですけどその日の終わりぐらいにマネージャーから「お前がそんなに体調を崩すのはちょっとなんか怖いから、まあ、もう10代とか若い時じゃないしちょっと病院行ってきたなって言われて、まあ、ちょっと心当たりもあったんで場所的にも。 じゃあそこに行くかって言って、もうそこに近い、えー、と専門の病院に行ったら、じゃあちょっとエコーを取りましょうって言って、エコーを取って、黒い影がみたいな。黒い影みたいな。えー、みたいな。でも、癌、えー、だったら熱が出たり、割と分かりやすいんですって話があったんですね。あ、そうなんですね。ししかももここんな3年もしこりを感じたのに、うん 何もなかったって多分何もあんまないと思うんでただのできものの可能性もあるんですけどちょっと怖いんで「ジェイショ大学病院紹介しますね」って言って順天堂大学病院で血液検査をしてがんの数値が4倍に上がってドンみたいな。ええさっきの先生がんの可能性低って言ってるなんみたいな。んガチャン !5 分後大号泣たいな。 本当ですよねそのマネージャーさんが行けよって言ってくれない限りりさ行いて。あ当<や>うんとに。えなんかそのしこりってどういうものなんですか違和感があるみたいな感覚なんですかなんか、コリコリしてましたね。ええー、なんか入ってるなみたいな感じ。そう,そうです、そうです。うん。さ、硬かったですね。普通だったら柔らかい場所に硬さがあるなんで。みたいなああ<ー>。ありましたね。 じゃあのそこから治療に専念されるのかなと思うんですけど、うん、今はどういったご状況なんですか今はあの癌、うん、って基本的にこうまあ転移がないあるかないかっていうのはすごい大事なんですけど自分は結構転移がしやすい場所にあったにもかかわらず、うん、本当に運がよくて転移がなかったんですね。えー、でも適キだけで本当に終わって君ラッキーだったねみたいな普通に悪性だったよって言われたんですけどえー、そうなんだ悪性の中でもなんか なんか気候師じゃないですけどなんかちょっと変わったタイプ2つあるらしくてあ,<ー>あってそれだったよって言われてへえとかって言いながら転移がなかったんで抗がん剤とかは打たなくて済んだんですねうん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 でこう髪の毛が抜けるとかそういったことはなくてうん、うん、本当に適質だけで済んででそこからはあとは定期検診になるんですねああなるほどで一ヶ1月後来てくださいでじゃあちょっと一ヶ月たったじゃあ次はもうちょっと空いてきたんでじゃあ今度3ヶ月後ですねとかで 今は5か月ペースですかね。5か月に1回ペースでですね。CT を取って、再発がないかの確認を先生にしていただいている状態ですね。よかったですね、本当に。いや本当そうですね。うん大切な友達とかに。 話を、まあ、本当何人かだけもし何かあった時とかに誰も知らないだと嫌なんで <laughs> 本当に何かいい仲のいい友達とかに言った時も友達がちょっとうるっとしてくれてたんでうんあなんか自分の死で悲しんでくれたりとか心配してくれる友達がいたんだっていうのを知った時にまたちょっと僕もうるっときましたね。<laughs> 本当に今元気でよかったねっていう感じでなんかもう,うんみんなうるっとしたことがあったのかも忘れるぐらい今は普通に話して。 うん。むしろ病気になったことをお笑い上、笑い話にしたりとかっていう。ええー、強いですね。らしいっすね。まあ、うんね。悲しい話を悲しい話で終わらせたらつまんないんで。うん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 。むしろ滑らない話ぐらいにして。<laughs> いやいや、笑えないです。<laughs> <laughs> 僕あれですよね。まだ、あれ、内容にどこの癌だとかって書いてましたっけ。あ、書いてはないですね。そうですよね。の精巣癌っていう癌で。<laughs> へー うすあの男の子って体の中に2つドラゴンボールがあるんですけどそのドラゴンボール、まあ、いい僕の左のいい心中がいなくなっちゃったっていう話なんですね。あで、まあ、ちょっと、まあ、その場所が場所なんでドラゴンボールなくなった話とかで結構楽しくみんなで話してますね。<laughs> まあもうあとワンボールやないかいみたいな <laughs> 左側がなくなっちゃったんで大丈夫かみたいなもうマネージャーからも「あそこくんか右にそれて歩いてるけど大丈夫?みいい」みたいなみたいな。<laughs> <laughs> みんななんか、そうやっていじってくれるんですね。<laughs> ドラゴンボールそんなおもないわーみたいな感じで。<laughs> だから、<laughs> 本当に笑い話になってるんで、うん、むしろ自分の不幸が、こう悲しい話じゃなくて。みんなの笑顔を作れてるっていうのはめちゃくちゃ今ありがたいですね。うんすごいポジティブで尊敬します。いやいや、やっぱね、うん、楽しい人生のほが、笑ってる人生のほがいいんで。<laughs> う,んうんうん。そうですね。 まあそこのまあ死を覚悟したことを聞っかけに、まあ、自分の人生について考えられたのかなと思うんですけど、うん、あの25歳の、のちょっとライフログが上がってるところを、ライフログが上がってるところあれでしたっけ<あ>職、退職しましたみたいなやつでしたっけそうですね、えっと、即退社の決意をする、収、ま、益、あ、も立たないけど、誇れる人生になると思って、みたいな。 そこ,こに関しては本当にまあ今の会社にまあ別にそんな不満があったか <laughs> っ,ったんですけど <laughs> っえっ、ー、と収入面とか全く自分気にしてなくて会社のもっといいところは全然内定をもらってたんですけど自分が成長できるところってどこだろうと思って選んだのが最初の新卒に入った会社だったんですけどまあコロナの影響もあってちょっとカリキュラムが変わっちゃったんですよね。うううんうん、うん 今の場所にいたらこれ自分の成長が止まるぞみたいなすごい自分の人生にブレーキを踏んでる感じがあってで片や友達は沖縄に移住して片や友達はもう有名人になって自分でイベントをこなしてとかすごいそういう活発に動いてる人たちを見てたんでなんか周りを比べてじゃないですけど自分の本来ありたかった姿って何だろうって見つめた時によしここじゃないっていうのでまあそのラッパーの友達にもお前そんだけ絵本とか写真とか やりたいことあるんだったら、早くやめろよみたいな。あ、元からあったんですね。その絵本と写真をやりたいの。あ、そうです。そうです。言ってました。<laughs> これなりたいんだよね。つって。え、あ、みたいな。お前やらないんだったら、俺やるからなって。言われちゃって。ええー。絵本の授業なんて、お前ティックトックでやったら、バズるわ。とかって言ってて、友達が。うん,う,んうん、うん、うん。え、見た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 。<laughs> <laughs> <laughs> 俺がやりたいやつだからさ、とかって言って、もうその話したけの次の日にはもう人事部に。行ってましたね。ええー。 うねまあ、すごいそれ、ね、全く収益も立ってないですから、ね、全く。<laughs> すごい。で行った時にパーってやめてなんですかね最初解放感がすごかったんでこれでやりたいことができるみたいなんでバーンって上がってでもその中でこう細かいところ見ると結構不安だったり孤独だったりがあったんでうんまあ下がったり上がったりもあったんですけどやっぱりこう一旦自分の人生に自分で責任を持って。うううんうん、うん、うん 行動するっていうことに行けたのが、自分にとっていいなと思ったんで、パッと上がりましたね。ええ<ー>。まあ、なんか独立されて、ゼロからやるときって、本当にいろいろ。なんか大変なことがあると思うんですけど。<ん>まあ、特に、これ困難だったな、でも乗り越えられたなみたいな経験ってありますか。困難な、のやっぱ孤独。って結構ないんだなっていうのは感じましたね。 悲劇が立たないとかそんなのは全然分かりきってたことあったので全然あれだったんですけど、うん、あ自分ってこんな寂しがり屋だったんだっていうのはなんか改めて感じてでまあそれを乗り越えるってことに関してはやっぱりこう自分が発信していくこれをやりたいんですとか、うん、こういうメンバー大募集ですとイラストかける人だったり、うん、あの副業でも何でもいいんでカメラを仕事にしたい人。 集めてますよとかっていうのをいろんな人にこう言っていく中でそれでこう友達をつなげてもらってやっぱり少しずつ自分の孤独から仲間ができてきてなんでこうね例えば名刺を新しく作るとかこういったビジネスモデルを作るとかって言っても自分の自己満でしかなかったんですけどやっぱ誰かに言えるようになったんごい 嬉しくて、まあ、そういう友達仲間作りで、まあ乗り越えてきたかなっていう感じですね。へえ<ー>、うん、なんか朝さんの人生をお伺いしていると、人が本当になんだろう、キーポイントというか。はい。まあ、がんが見つかった時もマネージャーさんの一声で変わったし。そうですね。うん、今の話も孤独で授業をやられてたけど、まあ人に支えられてみたいな部分があるのかなと思いました。うん、うん。 なんかそういう意味で言うと、うね、麻生さんが尊敬している人物とか、なんかも支えられた人とかって。あっと思い浮かぶ人いらっしゃいますか。うん、自分が尊敬しているのは、でもやっぱり高校時代の友達二人ですかね。あ、まあ三人か。ちょっと違うやつなんですけど、うんうん、まあ高校時代の友達が三人やっぱ尊敬してますね。うんうんうん。やっぱり自分がやりたいことをやるって。 口では簡単だと思うんですけど何が難しいかってやっぱ継続することが難しくてうんでこうその継続をやっぱし続けたことで今自立できてるうんでしかも全くおごってないところがすごいんで、えー、あ周りからしたらそいつらがそんなに成功してるなんて多分ほとんどの人は気づかないですしそういうところはやっぱりすごくてでなおかつ僕らの背中とかも押してくれたり。 人に影響を与えることができる人っていうのはやっぱりすごいなって身近に。ああ<ー>。うん、すごいですね。なんか高校のお友達が活発でというか。そうですね。うん、別になんかしがないただの高校だったんで、別に有名大学、有名高校とかでもなんでもないんですけど、そんなところからこういう人たちが出るんかっていう。へえ、いいですね。いい刺激がお互いに与えられて。うんうん ありがとうございます。では麻生さんが今後目指していきたいことっていうところにフォーカスいきたいんですけどこれかから成し遂げたいビジョンとかありますかこれはまあ広く、まあ、ちょっと授業は2つあるんで広くいくとこの日本っていう国をスタートでいいんですけど、うん、自分の人生に正面から一人一人が向き合ってで何かその自分の生きた証しとか自分のストーリーっていうのを形に残せる。 ことが当たたり前の世の世中にしあなんでいつ死んでも大丈夫だし、まあ、いつ死んでもまあそうですねいつ死んでも後悔が残らないようなものをちゃんと残しとくとか人の記憶だけじゃなくてやっぱり形とか何かしらのものとして自分の人生を描,け、うん、描いて、えー、みんなが過ごせる日本にしたいそして世界になったらいいなと思ってうん、うん、そんなところに自分の力が少しでも携われたらいいなと思ってます。 もう一つの観点だと、はいまあ、絵本や写真、動画、ボディメイクと見ては、あそうですね。あとは人の人生に触れることができる、形にすることができるみたいな部分も、今の部分と重複する感じですかね。そうですね。何か形作るときに、うん、勝手に僕が山木さんの人生を形作ることができないので、うん、その中ではお話をしながら。 やっていくっていう意味ではやっぱりその人の人生に触れたり、うん、まあ写真とかっていうのもまあそのワンポイントかもしれないで触れたりでパーソナル人員もあくまで一部かもしれないんですけど、うん、その体っていう意味での触れることができるっていうので、まあ、そこに重複するかなって思いますね。ありがとうございます <laughs> では最後になるんですけれどもあのアンダー2 9の世代に向けて何か一言メッセージがあればお願いいたします。 はい、アンダーニジ十のメンバーってこうどういう方たちがいるんでしょうか。あ、これはあのあ本当に二十九歳以下の、はい、あのまあ職業とかキャリアとか本当に幅広くて、はい、あのサードプレイスとしてコミュニティが今できているんですけど、はいはい、まあなんかまあ一歩踏み出したい人とか何か社会にモヤモヤを感じてる人とかなんどんな方へのメッセージでも大丈夫なんですけど、うんうんうん、何かあの。 <laughs> 一言かけてあげるとしたら僕からのメッセージはこんな感じですみたいな。あかりました。はい、えっとそしたらじゃあ皆さんに一言か。うん、えっとマンダー29ってことで、まあ、世間ではまだまだ若い人たちだと思うんですけど、うん、あの自分が想像している以上に死っていうのはすごく身近にあって、うん、で40歳になるときには、まあ、クラスの小学校のクラス3十二回でしたらそのうちの一人は。 死んでしまうっていうのが数字的には出てるのでまあ今の人生で後悔のない生き方をしてもらってこうやってアンー二2 9みたいにここのインタビューも僕の生きた証が残ると思って今回参加してるのでぜひこう日記を書くとかでもいいと思うんですけど自分の人生を何かしらの形にする、うんうん、ことを、えー、意識しながら生きてもらえたら個人的には嬉しいなって思ってます。お<ー> <laughs> もし何かあれば一緒に誰かみんな待ってますやりたい人 <laughs>、うん。ありがとうございます。募集中でですお<ー> <laughs> 素敵でしたありがとうございます。では本日はゲストに麻生久志さんをお呼びして、えー、今私が死んだら何が残るのだろうかというテーマでお話をいただきました。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。